안녕하세요미소입니다今日は今日は何をするかって言ったらじゃだんこちらの撮影なんと2回目の撮影でございます。すごい拍手をしていいかわからないんですけど、すごい複雑なんですけどね、変わらってないですよね、ほんとみそちゃんスマイル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 。シーンで段ボール2箱分ぐらい冬服をゲットしたんですけど、今回マジで頼んでアウター大量にあるんですよ。で参考までにしてください。私身長157センチで、多分今は体重は52とか、まあ、現実として測ってないんですけど、多分52はいってると思う。ということは多分54ぐらいだと思う。みんな多分差が読むやんか。まあこんな感じでどんどこどんどこ紹介していきたいと思います。見ていこうか。一着目はですね、早速こちらでございます。この上の服、この間ドッグラン行ってた時に着たんやけど、普通に可愛い。最近なんかここが開くような服が流行っとるとかなんか多分聞いた気がして、今まあだったら買うかみたいな感じで。で2回目の服がこちらでございます。セットのワンピースみたいな、綺麗めのお姉さんみたいな感じの服なんですけど、これあの今キンパの食べかけのご飯です。よろしかったらどうぞ。こんな感じでなんか黒でなんかピシってなっとって、細見えするみたいな感じなんだろうけど、ちょっと寒いんですけど、でシーンって期間でいろんな割引しようんやけど、今回もブラックフライデーイベントみたいな、多分あんまよくわからないけどみたいなやりよって、アウターも買いました。ちょっと間違ったらアルミホイルかなみたいな感じのアウターなんやけど、長さがね結構いい感じの短さ。こんな感じでなんか長すぎたら結構さ、だって身長低いけどグワンって見えるんやけど、これぐらいの長さで、まあでもなんか1個あったら全然着れるみたいな感じで、このアウターも買いました。筋肉。次こちらダダン、ピンクのアウターなんやけど、なんかね、これ今回買って一番のお気に入りポイント、生地がめっちゃふわふわで、なんかこうシャレたくなるような。もうすぐクリスマスですよ、ラブン。なくなればいいのに。で首元が締まってないけん、なんかそこまでなんかこう、みたいになってないやんか。で今回靴も買ったんやけど、マジで可愛い。ハイブランドの靴っぽいんやけど、全然値段は生きてないみたいな。つま先あたりが結構丸い感じになっとって、汚せよとかもういい感じ。匂いがすごい独特なんで、どうぞ。白すぎずクリームみたいな感じが含んでるけんね。でなんか白い綺麗なセットアップも買ったんよ。じゃん、こんな感じのセットアップもありました。結構かしこまって見える。ちょっとマジシャン、マジシャンか。結構危ない商売、友達周りに呼びかけるか、めっちゃ知り合いの友達に契約を煽る保険の子。働いてそうやね、吸引機には見えんね。なんかズボンの厚底の靴とか履けばいい感じに見えるなみたいな、結構かしこまって見える感じのやつで、中に着とるやつもシーンのやつ。こんな感じで、これが腕が締まる系やったけん、ちょっとめんどくさいけん締めてないんやけど、アウターも買いました。ダダン。これね、でもね、後ろから見たらすっごいガタイみたいな。まあでもアメフトの彼氏の服買いましたみたいな。うちの彼氏アメフト部のキャプテンの修造やけん、なんかあったら言うて、うちの彼氏にやってもらうけん。この服を着たら思わずこういうポーズを取ってしまいたくなるような筋肉っぽいファッションですね。華奢な子がこんななんか大きいの着とったら可愛いけど、ちょっと待って、サイズがちょっと大きかったかもしれんわ。次ダダン、結構なんか派手めなニットが欲しくて買ったんやけど、ちょっと間違ったらなんかモンスターズイングに出てくる怪獣かなっていう感じはするんやけど、こういうブカブカの系の子とか可愛いけんさ、生地が結構、まあ、不愉快になるほどではないけど、ちょっと伊賀さんほどではないけど、ちょっと伊賀っとるよみたいな。まあでもさっきのピンクとかの方が毛質はいいけど、値段見たら納得するかな。これ絶対金はっていうほどではないけど、まあベルトしてここに、まあ、こうやってやっても可愛いんじゃないでしょうか。結構派手な服とかも多かったけど、まあ派手系の人とかでもいいと思う。次はすっごい腕が長いシャツなんやけど、ブラックピンクのリサでも、これは腕足りんだろみたいな。リサが足りんやつね、リサが足りるわけないやんって。でもね、ここのお腹の丈ぐらいはちょうどよかったけん、腕まくりして、まあ、寿司食べるときに醤油こうつきそうなところを彼氏がこう危ないよって、危ないよって言ってくれたい人とかすごいいいと思うんだけど、いい感じに透けとるけん、今みたいなめっちゃ寒い時じゃなくても秋とかでも着れそうな感じで、なんか寒い人はこう中になんかいろんなの着たら多分寒さ対策になると思うんですけど、それにしても腕がめっちゃ長い。これすごいよね。次ダダン、ブラウス買いました。これ一回インスタかなんかであげたら、結構どこのですかって聞かれてないわ。まあでも聞きたい、言いたいなみたいな。これ
ですね、結構短めのズボンを最近は履くんやけど、中途半端なズボンはすごいなんか最近よく見るみたいで、これめっちゃお腹伸びるんよ。今お腹結構食べ物たちがこうなんていう結構滞在されてるんですけど、その滞在も邪魔しない誰も傷つけないズボンでございます。こちら今からどんどん食べても全然余裕あるよっていうぐらいで、これに合わせてロングブーツを買いました。ロングブーツ初なんやけど、ロングブーツってなんかすごい抵抗あったんやけど、これこの間1日買い物の時に履いとったんやけど、ちょっと足は疲れたけど中になんかいろいろ仕込んどったらなんかいける気がして、足結構ねスッキリ見える、こんな感じです。夜も持ってよ、なんかちょっとプロレス選手みたい。で次アウター、こんなアウターも買ってみました。すごい21とかがライブで着るようなやつ。でもなんかちょっとこの子毛が生え変わる時期なんかなって思うぐらい結構毛が抜けやすいけど、トリミングとかシャンプーとか変えた方がいいかもしれんけど、まあそこまで不愉快極まりないっていうほどではないけど、まあちょっとお金持ち感が、金持ちというかなんかすごい成金感がすごいけん、これ持ってなんか銀座とか歩きたい人はどうぞって感じですね。でメガネも買った。可愛い子が最近さ、よこういうのつけといてけど、私来たらちょっとなんか芸人さん感がすごいよな、なんか違うよね。でもレンズが入ってるけんなのか、ああいう可愛い子のってレンズ入ってないやん多分これ。なんか違う。次じゃじゃん、韓国の女の子っぽいファッションと思ってコーデ組んだんやけど、カバンの紐をつける位置ミスったよね。これ私自主製でつけないかんやつだったんやけど、なんか違うと思ったらこうやね。最近こういうさ長いやつをさこうかけてこうやって歩ける韓国の可愛い子とかがおるけんさ、こういう変な持ち方もできるよっていうことで、で上服も結構首とかに規制が効いてないけん自由に首を動かせるし結構スッキリ見えるし、こんな感じで楽な格好で次行きたいと思います。ダダン、普段金曜なすごい女の子してる服なんやけど、これワンサイズだったんやけど意外とここら辺ゆっとりあって、まあ、細身はするって思ったんやけど背中が結構ねちょっと隠れんぼで隠りきれてないみたいな、長さも結構ハイウエスト系の短いやつやけん足が長く見えていい感じじゃないでしょうか。ほい、次はこんな感じの部屋着ですね。これは本当に誰にでも優しい、何の縛りもございません、すごく楽、最高、めっちゃ楽な、これこんな感じ、後ろなんかの志みたいなのが書いとんやけど、あんまりよくわからんけど読める人は多分読んでみてください。うん、お米みたいなね。テテレテレテンルシューズ娘リトピー病へー、カザさんのパーツなんやけど全然足が、足の下の部分が縛ってくれてるけど引こずらんし、ちょっと彼氏の服借りたかみたいなあざとい感じが演じれて可愛いんじゃないでしょうか。いいやん、これめっちゃ着るわ。次ダダン、こんな感じでレザーっていうんかな、だってシーンのレザーのやつ結構高見えするけんさめっちゃ好きなんやけど、スカートもめっちゃ安いのにそこまで安く見えんし、さっきのブーツに合わせても可愛くない、なんかすごいギャルやなこれ。なんかみずちゃんめっちゃギャルやない。上服はここら辺がアイドルので結構顔がすっきり見えるんじゃないでしょうか。次ですね、ワンちゃん葉っぱ結構大きいな、ちょっと大きすぎたらコケみたいな、ね、結構ドワンってなってるけどな、なんかどうやろ、いいしたりしたら可愛いかな。結構コケ感はすごいんやけどサイズがちょっと大きかったけん、シーンってサイズの選びが結構難かったりするけん、結構まあこの体型参考にしてみてください。私はこれ L かな、やばいよこれやばいよ。あ、これ私がさっきまで履いとったパジャマ、よくなんかこのパジャマ履いとったらみそちゃん入院しとんですかって言われるんですけど、元気です、元気なみそちゃんの足。はい、今日はこんな感じでめっちゃ大量にシーンで冬服を爆食いはしてないわシーンまで食べ出したら終わりよね。もうタイトルとかでもさ、要は私爆食ってつけるやんか、やけなんか文字も変換さんもそれで覚えといて、友達にそれめっちゃおもろいやん爆笑って打ちたい時とかも、それめっちゃおもろいやん爆食って打ってしまったり、やば爆食って打ってしまうわけ、何が爆食なんみたいな感じなんですけど、とりあえずシーンもマジで安いし、服以外にもいろんなものがあるけどぜひ皆さん見てみてください。いつ買うの、今でしょ、本当今こそチャンスですよっていうぐらい本当に安いので、シーンのURL 概要欄に貼っとくのでぜひ見てみてください。以上みそでした、バイバイ。動画見てくれてありがとうございます。イーサム師匠なのでぜひ遊びに来てみてください。バイバイ。